今回そのこのアジアートセンターさんって2年ぐらい前からあのコロナの時にちょうど連絡が来たのが2年ぐらい前に、でそれであの、まあ、こういうスペースだということで、でも僕らとしてもこんな、ね、素晴らしいスペース、こんな広い天井も高いところでやるのが初めてだったので、あのもう本当にギャラリーのショーっていうよりかはミュージアムのショーみたいな意気込みで一応やることにしました。で、まあ、今回その展覧会で、まあ、そこまで深い意味っていうよりかは、まあ、インスピレーションで決めたんですけど、ずっと10年ぐらい前かなからあの、まあ、こういうなんていうのアンダーグラウンドスピリチュアルゲームっていう、実はあのフェラクティっていうアーティストがいて、そのアルバムのタイトルが一応ザ・アンダーグラウンドスピリチュアルゲームっていうタイトルがあって、でまあすごいそのタイトルを僕いつかどっかで使いたいなってずっと思ってたんですよね。まあこの、まあ、自分の中でのなんていうんだろうな、求めてる青みたいなのがたまたま出来上がったんですよ最近。その色の名前っていう形にして、で今回このような感じの、まあ、色の名前ですね、僕らが作った、まあ、自分らが求めてたブルーの色の名前を一応展覧会のタイトルにしました。这次展览非常有意义，因为这是三口立迄今最大规模的一个个展，我相信对艺术家对我们亚洲中心都是一个非常有意义的一个展览。三口立在过去的几年之中，他一直想要找到一个他独一无二专属于他自己的一个蓝色，那他这也是 get inspiration 从一个非常有名的国际艺术家叫做克莱因，所以这一次我们特别找到这个颜色是说他可以运用在他的平面立体作品，他还可以运用在他的雕塑，所以这一次为什么标题的展览题目会用成是 spiritual blue， 就是精神性的蓝，我觉得这是一个非常重要的。从三口立的世界观来讲，三口立认为说世界的组成都是用各种不同的能量所来组成，所以这一次我们首次发表的一个大型雕塑，这个系列叫做 Provenance。 那 Provenance 呢，其实它是从 Solar Provenance， 就是中文叫日俄，它就是看到太阳那边有个巨大的炙热的很多的气流不断在涌动飞腾，那样的气流在流动，所以它从那边得到灵感，它认为这样的能量的一个表现就可以像苍龙，它可以像行云，它可以像流水，它不断的在变化，再加上三口立专属的 spiritual blue， 那就成为我们现在可以看到的一个非常非常棒的一个作品。あの、まあ、いろんなシリーズがあるんですけど、基本的にはそのアウトオブバウンズってそもそもそのなんていうんだろうな、視覚っていうものを、まあ、取り払ってあの洗練させてった結果がその本当にただブラシストロークだけが残ったっていう、そこに僕はフォーカスして、まあ、これも筆跡がマグマと一体になってバーンとこう出てきたようなイメージだし、絵を描く可能性っていうのをまあちょっとなんていうの、自分なりにもっともっと広げて深めてって、まあ、シンプルなんですけども、もうどん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 深くしてったらまあこういう形になったっていう、そのやっぱり枠を取っ払ってで、じゃあその筆跡が単体に独立してこうやってなってる時点でもうそれは彫刻なのか絵画なのかっていうところになってくると思うんですけど、僕の中ではああいうものはやっぱり平面作品としてやっぱり見てるもので、でこっちはやっぱりまたちょっと違う 3D というか、また自分のなんていうんだろうな、違う側面というか、まあでも言いたいことは全部同じなんですよね結局は。で平面作品か彫刻作品の違いっていうだけで、うん、まあなんか言いたいことは本当にただそう、なんていうか枠を壊すってことですね。常識の枠を壊したり、まあ、ものの、見方を変える、見方を変えたら、まあ、枠の外にも世界があるってことかなと思います。なんだろう、もっといろんな考え方があったりとか、いろんなものの見方ができるってことをまあ言いたいってことに関しては、まあ、絵画と彫刻作品で特に大きな違いはないんですけど、あっちの部屋でやってることは本当は僕はその絵画の拡張っていうイメージで、まあ、絵画作品をもっともっと拡張させてったって考え方ですね。很多人初期看三口立的作品会觉得他是一个潮流艺术家，那我觉得这是一个非常 big misunderstanding， 一个很大的误会。他作品中有一个非常重要的一个东西，就是说他认为美感
是勃发于即兴，美感它是产生在于即兴的那个刹那，那创作的完美是来自一种不可预期的状况下所产生的。所以我认为在他这个创作里面，他这样用颜料好像是 randomly 的去挥洒，可实际上他的构图他都叫 spontaneous， 因为讲 spontaneous 就是他是很无意识的在要去创作去堆叠这个颜料。所以我觉得山口利他为什么会讲出说他的美学是勃发于即兴，而这个创作的完美的美感是来自于一种不确定性，就这种不确定性造成了他作品非常的自然奔放而没有刻意性，那我觉得这是一个他作品非常了不起的地方。所以我认为他是一个真正的当代艺术家，只是他被各种不同的文化所影响，东西方的文化，包括甚至 urban art、street art， 然后抽象表现主义等等，包括具体派，我觉得都是成为他创作的一个非常重要的养分。